アルニエグーは、フランスの首都パリにある歌劇場である。単にオペラ座と呼ばれることもある。パリ国立オペラの公演会場の一つである。フランスの王立オペラの歴史は1669年に遡る。作曲家、ロベール・カンベールと組んで宮廷オペラを作っていた詩人、ピエール・ペランの西願が、財務総監、コルベールの中立ちで、 ルイ14世に許可され、音楽アカデミーができたのである。この名称は、時代とともに、政治体制とともに変わった。パリの王立内市国立のオペラ劇団が公演する、劇場も点々と変わり、カルニエグルは13代目である。それまでの劇場は、ルーブル美術館の中や隣だったことも、約1 5トル離れていたこともあった。1800年12月、 第一投了だったナポレオン・ボナパルトが爆弾に見舞われたのは8代目のテアトル・デザールへの土地であった。1858年1月14日、ナポレオン三世が爆弾を投げられたのは11代目のサルル・ペルティエの正面であった。これを機に以前からの新オペラ座建設計画が1860年9月29日の政令で具体化し、 同年12月29日、ナポレオン三世の第二帝政を称える記念碑的建造物の設計が公募された。折から、セーヌ県知事オスマンのパリ市外区の整理再構築が進行中で、建設用地は取り払われ、空き地となる現在地と決まっていた。171の応募の中に一等賞はなく、加作が6件であった。その中からシャルルガルニエの案が採択され、 1862年7月21日に最初の礎石が置かれた。1874年12月に工事を終え、1875年1月5日に落成式が行われた。この劇場は設計者の中からガルニエグーと呼ばれることとなった。着工から完成までの14年間のフランスには、1867年のメキシコ出兵の失敗。 1870年の不仏戦争の敗戦とナポレオン三世の亡命、1871年のパリコミューンと第三共和制の発足などの大事件が多く、新劇場の工事を休むこともあった。外観及び内装はネオバロック様式の典型と言われ、たくさんの彫刻を飾り、過美な装飾を施した豪華絢爛たるものである。また現在には、 当時、最新の素材とされていた鉄を使用した。これによって、従来不可能とされていた巨大な空間を確保することに成功した。2167の座席が5階に配分されており、観客収容規模でも当時最大の劇場であった。なお、ガルニェグー正面からパレロワイヤルへ直に南下するオペラ座オ通りは、この建設工事の一環として開かれた。 第二次世界大戦中のドイツ軍の占領下では、ドイツ軍の管理下で営業を続けた。1964年以降、劇場の天井側、マルク・シャガールによるものが飾られて、現代的な神秘も盛り込まれている。1989年には、新しいオペラ劇場として、オペラ・バスティーユが完成し、以来ガルニエグでは、バレエと小規模オペラ、管弦楽コンサートを中心とした運用が、 行われている。ガルニエグーのプランガルニエグーは、際立って、絢爛な建築物である。建築様式は、記念碑的かつ重要な第二定世紀のボザール、様式のものであり軸対将に計画されている。ネオバロック様式の装飾要素を伴った、折衷主義の外観の装飾である。これらには大変種のコンダ、大遺跡のフリーズ、円柱及び豪華な彫刻が含まれる。 彫刻の多くは、ギリシャ神話の神々である。ファザード・ゴメリー・エス・ラルモニー、アトップ・ザ・レフト・ W、アバント、コープス・オブ・ザ・ファッサード、イズ・7.5ミターズ・オブ・ギルト・コパー・エレクトロ・タイプ第1ファザードは、建物の南に位置し、オペラ広場を閉芸し、オペラ大通り沿いの視点を終わらせている。装飾の制作には40人の画家と、モザイク職人と73人の彫刻家が参加した。 2体の黄金の彫像、シャルル・ギュムリーのハーモニー、史上は第一ファザードの左右の前方張り出し部分の頂点に据え付けられている。この彫像は両方とも電気による金メッキが施された銅像である。2つのアバントコープスの基礎は、フランソワ・ジュフロワ、史上ジャンバティスタ・クロード・ジェーヌ・業務ムの、奇学、ジャンバティスタ・カルポの、舞踏そしてジャンジョセフ・プロの、 序状劇と4人の彫刻家による4つの彫刻群によって装飾されている。ファザード・アマタ・ギュムリー、アレクサンドル・ファルギエールその他による他の作品を組み込んでいる。多数の偉大な音楽家の金メッキの電気鋳造の聖堂の胸像は劇場前のファザードの円柱の間に位置しており、左から右へとロッシーに、オーベール、ベートーベン、モーツァルト、スポンティーに、 マイアベアとアルビである。中央ファザードの左と右の側面の返しには、台本作家のウジェーヌスクリーブとフィリップ・機能の胸像が、それぞれ置かれている。吹き抜け劇場吹き抜けの南ハフの頂点に位置するアポロ、史上及び音楽の彫刻群が、エメミレーの作品であり、ウジェーヌルイル・ケスヌ作の二つのブロンズのペガサスの彫刻が南ハフの両端にある。 ガルニエグルのファザードと彫刻群の説明工程のパビオン工程の露単だとして知られている。この複数の部屋は建物西側に位置し安全が確保されるように、そして工程が直接入室できるように建物へ二重の車道で連絡されている。工程が失脚すると機能は停止された。石像の装飾は未完成のままであった。ここは今はオペラ座図書博物館になっている。 ここには10万冊の書籍、1680点の定期観光物、1万点の上演プログラム、手紙、10万点の衣装、セットの写真、スケッチと歴史的名演のの記録を含む60万点の資料が保管されている。支援者のパビオン、建物東側に位置する皇帝のパビオンとタイになる部屋は劇場の支援者らが四輪馬車から建物内部へと 直接入れるようにデザインされている。直径13.5メートルのドームによって覆われている。2体のオベリスクによって示されたロタンダの入り口の前に左右にある。大階段、1880人大階段内装は、多数の人々の動きを受け入れることができる、複合された廊下、階段吹き抜けと幕合いに、人々が社交の場とする空間から構成される。 ベルベットと黄金の葉、サトシ天守と妊婦が豊富に使われ、内装はバロックの壮霊差で特徴付けられていた。大階段建物は赤と緑の大理石の欄干のある白大理石の大きな儀礼状の階段によって特徴付けられ、この階段1階から上階に向かって踊り場を経由して大休憩室へと導く2つの階段に末広がりに分かれる。この階段のデザインは、 ビクトル・ルイのボルドー劇場の階段に着想を得たものである。階段の中脚はアルベル・エルネスト・カリエ・ベルーズによる女性の姿を片取った食材によって装飾されていた。階段の上の天井はイジドール・ピルスによってアポロの勝利、その魅力を展開する音楽の魔法、オリンポスの神々に見られる無慈悲と戦うミネルバ、新しい歌劇場の計画を受け取るパリの街が描かれていた。 これら絵画は劇場のオープン2ヶ月前に初めて取り付けられた時、ガルニエ宮においては空間に対して暗すぎたことが明らかになった。二人の弟子の助けを借りて、61歳で病になった、ピルスは天井にあるキャンバスに再制作しなければならなくなった。彼の弟子はオープン前に作品を完成させ、足場は撤去された。 大休憩室このホールは高さが18メートル、長さが154メートル、幅が13メートルで、パリ社交界の応接間として機能するようデザインされた。それは2004年に修復された。その天井には、パウル・ジャック・エメ・ボードリーによって、天井画が描かれている。天井画の題材には、音楽の歴史の様々な場面が取り上げられている。休憩室は、 外のロッチ屋に向かって開いており、それぞれの橋はガツのサロンと太陽のサロンになっている。現在でもオペラ座主催の晩餐会が開かれ、大統領などが出席する。観客席観客席は伝統的なイタリアの馬蹄型であり、1979の座席を有する。舞台はヨーロッパ最大であり450人程度を受け入れることができる。ドンチョは表面に タッセルと組紐などが絡み、めくれ上がり、シワが寄ったカーテンの絵が直接描きこままれた。シャンデリアで囲まれた天井部分はもともとジュール・ジェーヌルヌブーによる天井画があった。1964年に新しい天井画がマルク・シャガールによって描かれ、オリジナルの向こうにある撤去できないフレームに取り付けられた。 この天井側14人の音楽家のオペラの場面を描いている。ムソルグスキー、モーツァルト、ワーグナー、ベルリオーズ、ラモ、ドビュッシー、ラベル、ストラビンスキー、チャイコフスキー、アドルフ・アダム、ビゼー、ベルリ、ベートーベン、グルックである。称賛する者がいたにもかかわらず、カルニエの繊細に組み合わさった内装の失敗の記録と感じる者もいた。 観客席のシャンデリアシャンデリアがある家によって、重さ7トンのブロンズとクリスタルのシャンデリアがデザインされた。ジュール・コルボが模型を用意し、それはラカリエール・ドゥラトゥールアンド氏によって制作された。費用は総額3万ゴールドフランであった。中央のシャンデリアの使用は物議を醸した。舞台の様子と天井が押さえぎるという理由で、第5ボックス席のパトロンによって批判された。 ガルニエはこれら不利益を予想していた。しかし1871年の著書、劇場論で強い反論を用意していた。他に何がこのような楽しい生活と共に劇場を満たすことができようか。他に誰が私が枠組みのパターンに有している様々な形態を提供できるだろうか。これら光の点の列、これら輝かしい点によって、 マダラになった自然の色調、そしてこれら水晶のような高貴な光の他に、1896年、シャンデリアの一つが釣り合いをとっていたおもりの破壊によって天井から客席へと落下し、観客に死者が出た。この事故はより、ガストン・ルルーが1910年のゴシック小説のオペラ座の怪人の有名な場面の一つの着想となった。 元は、シャンデリアは戦場のために天井を通って、観客席向こうのクーポラへと引き上げられていた。しかしその時は下ろされていた。クーポラの空間は1960年代には、オペラのリハーサルに使用されていたし、1980年代にはのダンスのリハーサルのフロアへと改修されていた。下のキザ橋は、ヌレーフの間とバランシンの間からなり、上のフロアは、 プティッパの間によって構成されていた。オルガン W、L、プラレストランオープンドイン2011グランドオルガンがアリスティド・カバイエイコール・コルによって制作された。序章的な作品に使用するためにである。このオルガンは数十年間使用されていない。レストラン・ガルニエグは独自に劇場にレストランを導入している。予算的な理由で、レストランは独自の設計で完結されていない。 1875年以来3度目のレストランの導入が試みられた際、2011年に東側にオープンした。オペラザレストランはフランスの建築 W ・オディールデクによってデザインされた。シェフはクリストフ・アリベールであった。2015年10月、W ・ゲヤ・マチソン・マルタが新しいシェフ長になった。レストランは3つの異なる空間と、 大きな古外にテラスを有する。一般の利用も可能である。新オペラ座のための二つの用地、ルーブルグーから幅の広い通りで劇場までを結んでいる。1821年パリオペラ座はサル・ド・ペルティエと知られるリュル・ペルティエの仮設の建物に移転した。それから新しい高級的な建物が求められてきた。1846年に オペラ座の公式建築家に任命されていたシャルル・ロール・ド・フルーリーは適切な用地とデザインに関する様々な研究に着手した。1847年までにセーヌ県知事クロード・フィルベールド・ランビュートーがリュード・リボーリの拡張した部分としてパレロワイヤル広場の東側の用地を選定した。しかし、1848年のフランス革命とともにランビュートーは失脚し、 新オペラ座の建設の関心は減退した。用地は後に大ルーブル館に使用された。1852年に第二帝政が樹立と1853年のジョルジュオスマンのセーヌ県知事の任命に伴い、新オペラ座への関心が再燃した。1858年1月14日にサルル・パルティエの入り口でナポレオン3世の暗殺未遂事件が起きた。 サルルパルティエの建設された通りは分離と国家元首のために一層安全な入り口の必要性とアクセスしていた。この懸念と不十分な公共施設と劇場が仮設という性質は新しい国立オペラの建物への付加的な緊急性を与えた。3月までにオスマンはフルーリーが提案したブルバールでキャピュさんの向こうの用地に決定した。 しかしこの決定は1860年まで発表されなかった。新しい建物はこの地域の通りの厄介な収束を解決し、幼稚は時代に関しては経済的であった。1860年9月29日、公に新オペラ座のための幼稚のための直令が出された。この直令では12000平方メートルの土地を接収することになっていた。 1860年11月までに、ロール・トド・フルーリーはこの彼のキャリアの頂点の作品に、して、死からの報酬が支払われる、周りとの調和を確かなものとする、新しい広場の裏手の建物のファザードのデザインの仕事を完了させた。だが、同じ月に、アレクサンドル・バルフスキュ伯爵によってアシル・フルドに、国務大臣が交代した。 バレフスキの妻のマリアンヌ・ドリッシュ・ポニャトフスカヤは、ナポレオン三世の公めかけの地位を夫による、国務大臣の任命を認めさせるために使用した。デザインのコンペがないまま、ウジェニー皇后の庇護があるウジェヌエ・エマニュエル・ビオレル・デュクに、報酬を支払うようにとの圧力の下で、バレフスキは、建築案を選定する建築デザインコンペを決定を、 する必要性を放棄した1860年12月30日、ナポレオン3世話は公に、新オペラ座のために建築デザインコンペをすることを発表した。応募期間は1ヶ月。2段階の選考が行われる。シャルル・ガルニエの計画は、およそ第1選考にかけられた170の提出案の一つであった。応募作のどれもがデザインを要約するモットーの提出を求められた。 ガルニエのものは、多くを欲し,し、少しを望むというイタリアの詩人トルクアとタッソの作品の一節であった。ガルニエの計画は15箇所の賞を受賞しており、彼は第二選考では7人の最終候補者になった。ガルニエには加えて、他の間では、彼の友人、レオン次男、アルフォンス・ニコラ・クレピネとジョゼフ・フルイリュクがいた。多くの人が驚いたことに、 ビオレル・デュークとシャルル・ロール・ドフ・フルーリーの両方ともが戦外になった。ビオレル・デュークの戦外となった計画第2戦闘ではオリジナルの計画の速やかな修正と一層の厳格さが求められ4月18日に直ちに渡されるオペラ座の監督アルフォンス・ロワイエによって書かれた58ページのプログラムがあった。新しい提出物は1861年5月。 半ばに審査員に送られ、5月29日には、ガルニエの計画は、その計画の美の配置における、類稀まれにして結出した質と、ファザードとセクションの記念碑的かつ特徴的な要素によって選ばれた。ガルニエのつまるイーズは後に以下のように書いている、フランスの建築家で審査員のアルフォンス・ド・ギゾールは、次のように論評した。ガルニエの計画は、簡潔さ、明瞭さ、 論理的さ、壮大さにおいて顕著であり、外観の性格のおかげで、三つの異なる部分、休憩所、観客席、舞台における計画とも区別されている。あなたは、第一選考から、大幅に計画を改善した。一方で、第一選考で一位となった、次男は、自身の計画を台無しにした。言い伝えでは、ナポレオン三世の皇后のウジェニーが、 お気に入りのビオレル・デュークが、戦外になりイライラするようになり、相対的に無名のガルニエに尋ねた。これは何何様式よ。ルイ14世様式でもなければ、ルイ15世様式でもなく、ルイ16世様式でもない。とするとガルニエは、なぜですか皇后陛下、これはあなたの福君のナポレオン三世様式ですよと返答し、陛下は文句をおっしゃっていると。アンドリュー・アイア カルニエの定義を以下のように書いている。議論の余地もなく多くの人がそうだと言い残しているように、カルニエ群は第二帝性という時代に作られたものの象徴のように見える。基本的な論理性よりも日清月歩の技術の目も眩む根校、溢れんばかりの電気と共感すべき、華やかさ、カルニエのオペラ座にはその時代の散開した傾向と、 政治的社会的野心が凝縮されている。彼はコンペの判定がカルニエのデザインを特に称えて彼の計画の明瞭さ、それはボザール建築ののデザインのメソッドの輝かしき例で、そこには彼とそれらは徹底的に熟達している。ザプラエイジェンスドラフティングルーム、カルニエイズセカンドフロムザライト、ウィズ、エドモンドレディースコールとオンザファーライト、 アンド・ビクター・ルベット、セカンド・フロム・ザ・レフト1861年7月2日、建設開始のための最初の資金は投じられた後、ガルニエは、オペラ座事務所を建設用地内の彼の事務所に設立した。そして建築家の集団を雇用した。彼は、自分の自責に、ジャン・ジュルダント・エドモン・ルデショーに、フォローされた、ルイ・ビクトル・ルベを選んだ。基礎工事、予想以上の地下水の処理に悩まされた。 結果、オペラ座は、地下湖の上に建設されたという伝説が生まれた。建設用地は8月27日と12月31日の間に掘削された。1862年1月13日、どのセクションのコンクリートが投じられて、すぐに、下部の石像部分の配置が始めると、最初のコンクリートの下地が形成された。オペラ座は、他の同様の建造物に比べて、 非常に深い基礎をサブステージに必要とした。しかし地下水のレベルは予想以上に高かった。1862年2月には井戸が沈み、3月には8つの蒸気ポンプが投入された。しかし24時間続けての作業にもかかわらず、用地が乾くことがなかった。この問題に対処するために、カルニエは湿気から上部の建物を守るために二重の基礎をデザインした。 水路と巨大なコンクリートの貯水池が組み合わされた。両方とも基礎壁の外からの地下水の殻の重圧を和らげ、防火用貯水池として機能させるものとされた。建設のための契約は6月20日に署名された。すぐに根強い伝説が起きた。オペラ座は指定湖の上に建設されたというものである。これに着想を得たのがガストン・ドゥルーの小説、オペラ座の怪人である。 7月21日には、礎石が、建物のファザードの天使の南東に置かれた。10月には、ポンプは撤去され、11月8日には、貯水池のレンガの、アーチ天井が完成した。そして、下部構造はこの年の終わりまでには、基本的には完成した。ビルマノの模型。正面ファザードの左右の端の上に、クアドリガーの彫刻が見られる。工程は、 建物の模型を見ることに関心を表した。そして、石膏の縮尺模型が、ルイビルミノによって1862年4月から翌1863年4月の間に8000フランを投じて制作された。それを見た後、皇帝はいくつかの建物デザインの変更を要求した。最も重要なものは、ファザードの頂点の角のグループとともに、 欄干に支えられたテラスの高さの抑制と、最後の翼頭の向こうにある皇帝のクアドリガの彫刻を配置する横へと連続するフリーズの前にある大規模な屋根裏の階層の取り替えであった。組み合わされた変更とともに、模型は特別に1863年の万博で公開された産業館に導入されたレールの向こうに輸送され、展示された。 テオフィル・ゴーティエは模型について書いている。総合的なアレンジは誰の目にも明らかで、すでに最終的な効果を決定するために、それにより良い許可をした一種のリアリティを獲得した。それは監修の好奇心に魅力的で、それは効果として新しいオペラ座をあらかじめ用意したオペラグラスを通じて見せた。模型は今は散逸した。しかし1863年に、 J.B. ドーナスが撮影した写真が残る。皇帝のクアドリガは決して加えられなかった。それらは模型には見られたのに。代わりに、シャルル・ギュムリーの金メッキをしたブロンズの彫刻群、ハーモニーと史上が1869年に取り付けられた。直線のフリーズは模型にも見られ、また、皇帝のモノグラムの N と E の金メッキの文字をあしらった装飾的なメダリオンのレリーフが、 交互に工程をつけて再設計された。特別デザインの文字はお披露目の時には用意されなかった。そして代わりに商業的に利用できる代用品に変わられていた。1870年の皇帝のセダンの敗北でガルニエはメダリオンをそれらを取り除くことができて安堵した。ガルニエの手紙でのオリジナルデザインは2000年の建物改修で、 最終的に導入された。1866年のファザード1867年のファザード1867年8月15日、ファザードを隠していた足場が撤去された。この年に開催されていたパリ万博のためである。オペラ座の公式な名称、定立音楽アカデミーが、ロッジアのメインフロアの前の円柱を台とする巨大なコリント式オーダーのエンタブラチャーに表示された。 1870年、不仏戦争の結果、皇帝ナポレオン三世は退位して、同年9月17日に、すぐに政府はフランス第三共和制に変わり、オペラ座の公式名称は国立オペラ劇場に再命名された。この名称は1939年まで維持される。これにもかかわらず、新オペラ座の名称が変わった時、インパーヤレイの6文字を取り替えただけであった。 今有名な国立音楽アカデミーの名称が与えられて公式名称として実際に使用されたのはおよそ2年間の短命なフランス第二共和制の時だけである。不仏戦争のパリ包囲戦のせいですべての建物建設作業が停止した。建設は進行したので建物の一部が食料倉庫と病院に使用することができた。フランスの降伏後、 王位戦の不自由からガルニエは深刻な病気にかかり、3月から6月まで治療のためにパリを離れてイタリアのリグリア海岸へと行った。その間、彼の助手のルイルベはパリコミューンの混乱の中パリに留まった。ルベはガルニエに何通かの手紙を書いている。建物に関する出来事も書かれている。建物の近くのバンドーム広場で戦闘が起きたので国民衛兵はそこで露営し、 防衛を担当し、兵士と市民に食料を補給していた。コミューンの首脳はガルゲを別の建築家に変える計画を立てた。しかし5月23日に共和国軍が国民衛兵を追い出して建物を統制するようになった時には、この無名の男はまだ現れていなかった。5月末までコミューンはあちこちで敗北し続けた。第三共和制は秋までに盤弱なものとなった。 9月30日、建設作業は再開された。そして10月までに、少学の資金が新しい議会によって、今後の建設のために投じられた。新政府の政治的指導者は、第二訂正に関係するものすべてに激しい嫌悪感を示し、彼らの多くはガルニエを基本的に政治と無関係、みなし政権から取り残された。1873年5月まで続いた。 アドルフ・ティエール大統領政権の間、これは特別に本当であった。しかし、後継のパトリス・ド・マクマオン大統領政権でも続いた。経済は打撃を受けていた。ガルニエは建物のセクションの完成の形態の抑制を余儀なくされた。特に皇帝のパビオンがその対象である。しかし10月28日から29日に、 新しい劇場の完成のための強力な動機が起きた。この時サルル・ペルティエが火災によって人にして消失したのであるガルニエはできるだけ早い建物の完成を支持した。パリオペラザの落成へ新しい建物の完成の費用は1874年の間で750万フラン以上となった。総額は過去13年間に使われた金額を大幅に超過していた。 第三共和制の資金難の政府は最後の手段として490万ゴールドフランをフランソワ・ブランとモンテカルロカジノで遊ぶ裕福な金融化から6%の金利で借りることになった。後に1876年から1879年、ガルニエはモンテカルロカジノのコンサートホールのデザインと建設を監督している。ガルニエの間は後に モンテカルロ歌劇場の本拠地となった。1874年の間、ガルニエは彼の建設チームを新しいオペラ座の完成のために一心不乱に働かせている。10月17日までにオーケストラは新しい観客席から試験演奏ができるようになった。続く12月2日までには関係者、品格、報道陣を招いて試験演奏をもう一度行った。 12月2日にパリオペラザバレーは最初のダンスをした。6日後には後に有名になるシャデリアが初めて取り付けられた。1875年1月5日、劇場は正式に落成した。マクマオン大統領、ロンドン市長、スペイン国王のアルフォンソ12世イラが臨席した豪華な柄パフォーマンスがコケラ落としとなった。上演プログラムにはフランソワ・オーベールの曲、 ポルティーチの推し娘、ジョアキーノ・ロッシーニの、ウィリアム・テル、ジャック・アレビの1835年のオペラ、ユダヤの女の、第一幕、第二話、ガブリエル・クラウスが、タイトルロール、剣の性別によるジャコモ・マイアベアの1836年の、オペラ、ユグノー教と、レオ・ドリーブと、レオ・ミンクス作曲の1866年のバレエ、イズミなどであった。ソプラノが、シャルル・グノーの、 ファウストの第一幕で病気で倒れたので、アンブロワーズ、トマのハムレットは省略された。休憩の間、ガルニエは観客の賞賛の拍手を受けるために大階段の踊り場に立った。大階段1881年電気照明が導入された。建物の管理と舞台の場面転換のにおける人員の動きを促進するために、舞台前に人員用、 貨物用エスカレーターが導入された。1969年に劇場は新たに電気設備を整えた。1978年にオリジナルの部分、舞踏の休憩室は建築家ジャンイコール,ル,ルベールによって新たにバレエ団のリハーサルスペースに改築された。1994年劇場の改修が始まった。これは舞台の機械と 電気設備のキ内化が含まれている。その間、建物の構造と基礎の強化と同様に、絢爛豪華な装飾の保全も行われた。この改修は2007年に完了した。ガルニエグーは、外国の建造物にも影響を与えている。ポーランドのいくつかの建物は、ガルニエグーのデザインを元にしている。これらには1893年に建設された。 クラコフのユリウス・スヨワスキ劇場や1900年から1901年の間に建設されたワルシャー・フィル・ハーモニー・エデフィスがある。ウクライナでは1901年に建設された、キエフのウクライナ国立歌劇場や1897年から1900年の間に建設されたリビウのリビウ、歌劇割れ劇場アメリカ合衆国のワシントン DC の議会図書館のトマス・ジェファーソンビルも、 カルニエグーをモデルにしている。ファザードなどに影響が顕著である。ブラジル、リオデジャネイロのリオデジャネイロ私立劇場もカルニエグーをモデルにしている。特に大ホールと階段が影響を受けている。1884年から1896年に建てられたマナウスのアマゾン劇場も外観がある維持している。ベトナムのハノイのハノイ歌劇場は 典型的なフランスコロニアル様式の建物であり、カルニエグルの小規模な模倣である。ホーチミン市のホーチミン市民劇場も小規模な模倣である。ありがとうございます。